恋愛時代は、野沢奈の恋愛小説で、1996年12月に、幻冬者より発刊された。1997年、第4回、島瀬恋愛文学賞受賞。元夫婦である、早瀬林一郎と、江藤春は、離婚した後も何かと理由をつけては、奇妙な関係。ある日、話題は再婚のことになるが、意地っぱりな二人は、自分の手で、 互いの結婚相手を探し出すと言ってしまう。そして、李一郎は、春の高校時代の友人で、小持ちの小笠原かすみと、春は、李一郎との結婚式で、海蔵役を務めた、長富翔平と付き合うことになったのだが、韓国の放送局、SBS が2006年に制作した、テレビドラマ、全16話。野沢の作品が映像化されるのは、シンク以来2年ぶり。 連続ドラマ化されるのは、眠れぬ夜を抱いて、以来4年ぶりとなった。ストーリー自体は、後半の一部を除けば、ほぼ原作に沿って作られている。出演監督放送局と放送期間2015年4月2日から、同年6月18日まで毎週木曜日23時59分翌0時54分に、読売テレビ制作、日本テレビ系の、木曜ドラマ枠で放送された。 主演は本作が民放の連続ドラマでは初主演となる氷川マナミ。共演は三島慎之介。キャストスタッフ、ありがとうございます。